皆さんこんにちは、ブルーマンです。さあ今回はですね、オンラインクレーンゲームのネッチの動画を紹介していきたいと思います。で今回チャレンジする台がこちらですね。ちょっとねどっかで見かけたことあるなって思った方がいるかもしれないんですけども、少し前にオンラインクレーンゲームのトレバで自分のチャンネルの動画でも紹介したんですけども、こちらですね、トレバでも似たようなね台があるんですけども、ネッチもね同じような台出してきたんですよね。なので今回このネッチの、バージョンの方をやっていきたいと思います。オンラインクレーンゲームってね、いろんな台があるんですけど、こんな感じで、露骨に似たような台が出てくるっていうのもね、結構面白いなと思ったんですけども、トレバの方は結構ね、難しくて、白いラインのところだと取れますみたいな、動画アップして、結構何名かの方からね、取れましたというコメントもいただいたんですけども、ネッチの場合はどんな感じで取れるのかっていうところを今回調査していこうかなと思います。こんな感じでね、今前の方プレイされてますけども、もうほんとトレバと同じですね。今回黒いボールがあって、そこにこの、アームについている2つのボールを使って上の方に押し出していくような感じですね。結構ねボールが大きいので、どんな感じで取れていくのかっていうところね、やっていきたいと思います。取ればに比べてこの奥までの道がすごく短いので、もしかしたら簡単に取れるかもしれないなというところで、順番回ってきたらやっていきたいと思います。はい、でネッチに関してはね、プレイチケット月曜から金曜日まで平日は毎日1枚もらうことができるので、基本的にはそれで遊んでる感じですかね。で、ちょうどね、順番回ってきたので、早速やっていきたいと思います。景品がこちらですね。ワールドコレクタブルフィギュアのウストップの、フィギュアですね。狙っていきたいと思います。はい。で、横もだいたいど真ん中くらいで一旦様子見てみようかなと思います。びっくりするでしょう。結構ね。なんとね、一手取りできたんですよね。多分ね、これ結構簡単に取れるんじゃないかなって気したんですよね。ネッチってね、台によっては本当簡単に取れるので、これもね、すぐ一発で取れましたね。で、ど真ん中に合わせたっていうのは多分良かったかなと思うんですけど、ちゃんとね、ど真ん中に合わせることができれば、割と簡単に取れるような気がしたので、ちょっと今回紹介させていただきました。もしね、同じような台、まだあるかどうかちょっと、わからないんですけども、見かけた方はぜひプレイしていただければと思います。はい、簡単に取れましたね。まさか1手で取れるとは思わなかったんですけども、ワールドコレクタブルフィギュア、ウソップのね、フィギュアゲットすることができました。さあ、続いてもう1個、ネッチの動画紹介していきたいと思います。続いての動画はですね、こちらになります。はい、で、これはちょっと前の動画になるんですけども、キューポスのね、フィギュア狙っていきたいと思います。ネッチでよく見かけるような形だと思うんですけど、この坂道を下っていくような台ですね、やっていきたいと思います。ちょうど順番回ってきたので、プレイチケット2枚あるので、なんとか2手でね、取れそうな状態かなと思うので、やっていきたいと思います。で、ネッチね、に関しては、とにかくね、アームのパワーが、加工制限がかなり厳しいんですよね。なので、ちょっとこれ見てもらいたいんですけども、ここら辺までしか下がらないんですよね。で、押し出すような形で進めていくんですけど、ほら、こんな感じでびくともしないのね。っていう感じですね。で、多分今寄せがね、甘すぎたのかなと思うので、ちょっと2点目はもう少し寄せて、箱のギリギリ側面のところにちょうどアームが合うような形で調整していきたいと思います。で、結構ね、ネッチはね、癖があるというか、アームの慣れみたいのが必要なんですよね。まず、ラグが結構あるっていうところと、あとはこのピンポイントで、本当にね、合わせないと全く動かない台が多いですね。で、ちょっと2点目見てもらいたいんですけども、本当にギリギリ側面のところ、こんな感じで、ピンポイントで合わせると一気に動くので、ただね、ちゃんと合わせれば一気に動いてくれるから、コツさえつかめば結構取りやすい感じもするんですけど、これは慣れが必要かなっていう感じですかね。はい、で、多分あと1手で取れそうな気がするので、ちょっとここからは課金してやっていきたいと思います。で、ネッチに関してはね、完全送料無料ではなくて、確か1週間で、9000ポイントだったかな、ちょっと定かじゃないんですけど、1000円弱ぐらい課金しないと送ってくれないっていう、結構厳しめな、業界でもトップクラスに厳しいルール持ってるので、ちょっとそれが嫌だっていう方はね、ネッチプレイしてない方が多い気もするんですけど、あと1手ぐらいで取れるのでやっていきたいと思いますと。こんな感じでね、割と単手数で取れる台が結構多いんですよ。で、チケットだけでも取れたりするので、あとはその配送ルールの、課金ですよね。自分もね、結構複数の景品取れて、1000円課金してもこれならいいやっていう感じだったら送るような形にしてるんですけど、そういうのがね、いいっていう方は やった方がいいと思いますし、いや、そんなに送料かかるんだったらやりたくないって方は、やらない方がいいんじゃないかなと思うんですけども、ネッチの動画実はたくさんあるので、もし今後もですね、ご要望があれば動画の方アップしていきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。それではまた他の動画でお会いしましょう。
さよなら。